ユズニックス協会は1975年に設立されたユニックスユーザーグループというユーザーグループを起源とする団体。アドバンストコンピューティングテクニカルアソシエーションとも呼ばれる。当初の目的はユニックスとユニックス関連のシステムの開発や研究であった。ユズニックスと名称変更したのはウェスタンエレクトリックからの脅迫上への対応のためであった。 その後、より一般的に、オペレーティングシステムに関わる、事業家、開発者、研究者の組織に成長した。創設当初からログイン、という技術誌を出版している。ユズニックスは、本来技術団体として始まったが、商業的関心が高まるとともに、いくつかのグループが並行して始まった。例えば、シュトゥーグはユニックス系ツールと、 ユニックス KOS とのインターフェースについての技術グループユズニックスユズグループは商業志向のユーザーグループであるユズニックスにはシステムアドミニストレータのための技術グループサージュがある毎年いくつかの会議やワークショップを開催している例えばユズニックスシンポジウムオンオペレーティングシステムズデザインインプラメンテーション ユズニックスシンポジウムオンネットワークとシステムズデザインインプラメンテーションユズニックスアニュアルテクニカルコンファレンスユズニックスコンファレンスオンファイルストレージテクノロジーズラージインストレーションシステムアドミニストレーションコンファレンスなどがある2010年6月21日から以下の人々が役員を務めた2008年6月25日から以下の人々が役員を務めた 2006年6月1日から以下の人々が役員を務めた。2004年6月27日から以下の人々が役員を務めた。ユズニックス1984サマーでの講演者らの写真フレームショーとも呼ばれ、1993年からほぼ毎年送られている。ありがとうございます。